私、雛見沢文庫教諭の知恵と申します。北条里子さんはいらっしゃいますか？ああ、なんじゃよ、踊れ。なんで踊れに里子合わせにゃならんね。今日、北条さんが学校をお休みしましたけれど、連絡がなかったもので、何かあったのかと思い、お伺いさせていただきました。ん？学校？はい、里子ちゃんはいますか？ちょっとお話ししたいことがあるのですが。ああ、風邪なんね。そうそう。里子は風邪で熱出しとるんですわ。プリントとかをお渡ししたいので、ちょっとだけお話しすることはできませんか？ドアホ、踊れ話聞いてなかったんかい。里子は風邪じゃ。うん、うなっとるんね。それ合わせられるかい、バケ。そうですか。明日は登校できそうですか？知るかいな、そんなもん。明日になってみなきゃわからんわ。このクソボケ。そうですか。わかりました。では、里子ちゃんによろしくお伝えください。失礼します。ごんまんおもろないばっかね。